の皆さんのおかげで、僕初めてなんですけど、楽しく参加させてもらうことができました。本当にありがとうございます。今日の盛り上がりをスタジアムに持ってって、後半戦巻き返しますんで、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。5年目にして初めてビンズル参加できました。踊りも覚えたんで、これからもしゴール決めたら踊ります。僕はちょっと感じます。ゴール決めたら通算と2人で踊るんで、ぜひ後半戦よろしくお願いします。じゃあ、カタ君に勝ってライナースショー、どういう丸くやるの。